お世話になっております、かずみです。ご視聴していただき、感謝です。ありがとうございます。韓国で話題になっているニュースをお伝えしますね。今回は、彼らがいかにプロ市民なのかが注目。記事の内容は日本でもある内容ですが、日本のそれとはレベルが違いすぎで、言葉も辛辣です。今回のお題、例のアレ確定者の男性。足取りの詳細が話題。釜山市のクラブ、バー、レストラン、宿泊施設。訪れた人、感染期間が一致で騒ぎに。韓国人の反応です。それでは、本編を最後まで見てくださいね。チャンネル登録は、画面の右下アイコンをクリックでお願いします。韓国メディアのニュースを引用します。テグで、確定判定を受けた10代の男性が、17日、釜山に位置するクラブをはじめ、バー、複数の場所を訪問したことが確認され、例のアレに感染したコミュニティへの懸念が高まっている。25日、釜山市によると、テグ在住の確定者 A さん19は、去る20日から症状が現れ、3日後の23日、他を舞台に入隊する過程で、例のアレ、陽性判定を受けた。彼は、17日から18日の間、釜山地域のバーやクラブに通ったことが分かった。A さんは、17日午後9時20分頃、SRT に乗って釜山駅に到着した後、午後11時40分から、翌18日の午前2時まで、釜山守区の1970セマウル屋台にいた。午前2時10分から3時40分までに、クラブバイブを訪問した。店のネーミングは、独特ですよね。なぜか私は、入店したくない、気持ちになります。そのクラブの、入店リストには、480人の名前が書かれていたことが、分かったそうです。同日午後4時から午後6時までは、西欧松島ビーチでの、青春刺身で食事した後、午後8時30分頃、無群ファゴを利用して、テグに戻った。またもや奇抜な店名の、青春刺身。甘酸っぱい味がするのでしょうか？多分キムチのように酸化していたのだとすると、刺身では行きたくないですね。A さんは、釜山訪問3日後の20日に、喉の痛み、頭痛、下痢などの症状が発現しており、23日確定判定を受けた。釜山市保健当局は、3つの動線と重なる市民の疲労感、頭痛、発熱、呼吸器症状がある場合は、管轄保健所を訪問してくれと、頼んだ。釜山市の関係者は、症状発現日などを見ると、感染した可能性期間は18日からと見ていると語った。釜山市は、A さんが18日未明までクラブにいたが、同じ日の午後4時に、青春刺身を訪問するまで宿泊施設、レストランなどを利用したが、監視カメラをすべて確認して、密接接触者を分類して、別々に店名を公開しなかった。市の関係者は、このクラブは、特別管理対象26の店に含まれているところであった。防疫上の注意を遵守していたとし、確定者の動線に、クラブが含まれたため、今週末を利用して、夜間の時間帯、午後11時から午前4時までの間、風俗店のための特別取り締まりをするだろう、とした。と、伝えています。それでは、韓国人の反応を紹介します。また、テグの人間が事故を起こすとか、疲れました。迷惑かけすぎだろ。テグというところはいつも、そうである。また、新規感染が出るとか、全国で衛生関連が、最下位レベルではないか？最近、軍入隊訓練兵2人のテグ出身が、釜山でかかり病院に。教会や、今回はクラブまで？すべて、テグ出身者だ。これなら、テグの人々の公衆衛生意識は、韓国、最下位。中国人の健康意識と争っているレベルではないか？恥を知りなさい。ソウル系菊コールセンターで、集団感染出ても、よく持ちこたえました。比較対象があるにも言い訳しないでください。他の地域よりも徹底的にマスクしたり、社会的距離を置こうしてください。テグは、全国的に非常に迷惑です。最後に、かずみのまとめです。さすが韓国人の反応ですね。本場は、日本のそれよりも、
桁違いのプロ市民っぷり。しかも特定の地域の人に対する心ない言葉に絶句です。人出なしなのは国民性ですから、どうぞその特性を生かしていただき、日本との正常な関係まで突っ走っていただきたいですね。皆さんはどう思われましたか？皆さんの意見をコメントで教えてください。今後もかずみの気になるニュースをお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録、高評価の応援、コメントをお待ちしてます。最後までのご視聴ありがとうございました。